これ CG です。ちょっと笑ってください。違うよみたいな。まだまだですね。まだまだですね。はい。ここね、静岡のね、すごい広いゴルフ場で、初めてゴルフ場来たんですけども、あ、裕福な方はここでゆっくりとゴルフをやってるんだなと、はい、しみじみ感じました。初めてです、ゴルフ場に来たの。すごい。踊るってこともないですよね。ないです、本当に。どうでしたか？すごい息が吸いやすかったです、広くて。ねえ、キイガさんどうですか？開放的になりました。最初のうなずきは何？うんって。これ、あれですよね、ダメとは言わないですよね。そうですね、そうですね。でも本当に最初未経験って初チャレンジって聞いてたんですけど、本当に5回リハをさせていただいたんですけど、はい、本当に1回目から5回目にかけてすごい、もう最後は本当余裕を持って、ダンサーでも難しいような動きもされてたので、本当にすごいなと思いました。尊敬します。ちょっと難しいので簡単にしましょうって言って一旦簡単にしたんですけど、5回目になるにつれて4回目ぐらいからユーマさんのこのスキルが上がって、やっぱり最初の難しい方しましょうってなって、はい、もう最初やりたかったことができてすごいなと思います。映像をいただいたんですよ、こういうダンスでいきますと。いや、これ無理じゃねみたいな。でもやってみないと分かんないんで、うん、でも当日にまあ少しこうダンスの基礎とかいろいろ練習して、まあ一応その振りをもらったのも練習してまあ来たんですけど、まあ、やってみたらお二人の何て言うの、教えっていうものがすごくやっぱうまいっすよね。まあ失礼ってなりますけど、うまいっつったら、でもそのおかげでやっぱりまあ皆さんがこう満足していただけるこう MV ダンスになったかなと思うのでね、ぜひ見ていただきたいですね。もうやっぱり僕がこれまでそのデビューからバラードしか歌ってこなかったので、なんかちょっと暗いバラード多いんですよ。だから暗いの君みたいなことを言われたことがあって、いや全然そんなことないですよと思って、じゃあもう2024年は第1回目はもう夏はもうポップで明るく ポジティブに行ってやろうと、はい、思いまして、でダンスも取り入れて、なんか俺僕までやることになったんですけど。まあでも今ちょうどね MV 終わって今こう撮影してますけども、なんか踊れてたような感じがしたんで、いやもうぶち上げの、もう寺西も初めてのぶち上げの曲、もうかましに行こうかなと、はい、そういう感じです。第一印象はでもすごいクールな方かなって思っていたんですけど、リハーサル進むにつれてすごいお話たくさんさせていただいて、楽しい方なんだなって思ったんですけど、なんか朝6時から10時まで自主練をしてくださったという話を聞いて、すごい真面目でかっこいい方なんだなと、どんどん印象が変わっていきました。みたいです。でも私も第一印象はクールな方で、こうあまり喋られないのかなと思ってたんですけど、すごい喋られます。すごい喋りますよね。そのことは言えないんですけど。私たちも喋るんですけど。あ、そうそう。すっげえ思ったんですけど、車で、まあ、2時間ぐらいかけてきたんですけど、ここに。ずっと喋ってるんですよ。もう、間もないぐらい、間って普通あるじゃないですか。喋ってる時に。間がないんですよ。もうずっと喋ってて、もう本当に仲いいんだなと、幼馴染ですよね。なので、ダンスもね、こう、やっぱり、そうなると息がぴったりというか、まあ、そこも注目していただけます。この曲は、まあ、皆さんの夏の思い出となる楽曲になっていただけたら嬉しいと思うので、この夏光るたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思います。はい、暑い夏にしましょう。はい、この夏たくさん光るを聴いてください。皆さん聴いてください。お願いします。お願いします。